はい、最高にいいエンターテインメント。ありがとうございます。まともな会話できないんだけど、普通にめっちゃ楽しかった。まだわかる。今日のこの時に選ぶというのに向いてみてくれなかったかな。この動画を見て4チーム目、お願いします。はい、これ、緊張する。そんなんされたら俺引きにくいって。いきます。リリカチーム、やりたい企画を出し合って、結果的に何をやりたいみたいな。でオーディション最中だからって緊張せず、みんなでご褒美企画的な感じで頑張ろうっていう話をしました。もう今までの撮影でもカメラが前になるともう本当に自分の素が出しきれなくて、面白い感じが出せないので、その今回の YouTuber 力審査で本当にカラーもそろそろ破らないと実力ももっとどんどん落ちていっちゃうので、思い切って素を出します。はい、じゃあ準備ができたらオープニングからお願いします。メルプチ、メルプチ始まるよ。研究生のマナです。サンファニックです。研究生のこっちゃんです。今日は、まあ、この企画といえばリリカちゃんなんですけど、デザートを食べながら恋バナをしていこうと思います。はい、デザートは出しましょう。はい、はい、こんな感じで私たちのデザートです。イエーイ。ね、見えた通り、はい、みんなでお揃いで買ったいちごバナナフラッペです。とりあえず、ケーピーしよう。せーの、ケーピー。ポケモンだ。なんかこの味以外に、ラムネとかマスカット味、あとなんだっけ、ブラックサンダーとかもあったよね。そう、はい、じゃあ早速食べていきましょう。食べていきましょうじゃなくて、小山直するの。おなんかあるまだね。なんか話題っていうか、ちょっと私本当に福井さん来るまで恋をしてたんですよ。うん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 。で、本当にその人が面白い。すごい食べます。お、うん。はい。はい、いいです。食べます。食べます。でも本当にその人が面白くて。でも、本当私すぐ食べた人なんですよ。しやすく食べられる。福井ね。ちょうど1ヶ月前ぐらいに好きになったんですけど、あれ私この人の好きやったっけ、うん、ってなって食べたんです。食べちゃうんですよ、うん、すごい。でも私ほんとスケバレしやすいんで、しかもその学校にも結構私がその人のこと言ってて言われたんです。言われちゃってるんで。それは自分で言ったから。あ、まあですよね。そうですよね。自分が周りに言ったから。そうなんです。あのテンション上がって。そういうこと。周りに言ってるんです。私は中1まで好きな人いたんですけど、もうその時の恋愛がトラウマすぎて、そこから今までも恋してないです。それまで恋してない。ないんですよ。ないんで。え、リリカちゃんいますか。いや、私はなんていうの、やっぱここ入ってからバクモテちゃんで、いやーっていうのありますよね。なんかかわいそうなんかかわいそう。いや、なんかえ、でもまあ私も中学校で練習をしていただいてるんです、はい。え、あれ元カレとかいいですか。なんかもういっぱい。あ、いいですか。あ、早い。元カレの話だっけ。あ、はい、元カレの話。私は思い出
未来、まあね、ネガティブになっちゃった、それ話しない、あー、先生なんかみんなのタイプとかはかっこいいより可愛いかもしれない、うん、なんかスポーツしてる、シュークリーム食べます、いいですね、美味しそう、何も進んでないけど、あ、食べます、ごっ、はい、食べます、いや、結構なんかお腹痛いかもしれない、だってでも自分のことじゃん、確かに、うん、食べない、食べます、すいません、恋バナどうですか、なんかありますか、私すごいあのとある恋愛をしてちょっと少し人間不信になったんですけど、まあ、そういう先輩がいて、まあ、結構思わせぶりをされてしまった、まあ、そういう辛い過去があります、リリカちゃんはもうそういう、もうやんない、あ、マジですか、もうバクモテチャンネルって感じ、全然進んでなくない、あ、んじゃあこの重そうなものを食べます、いや、ほんとに食べれるの最後まで、まあ、まあ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 食べれると思います、あれ、うん、絶対食べれないでしょ、いや、まあ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 逃してください、食べれないんだったら最初から食べない方がいいんじゃない、いや、まあまあ多分食べれます、他にないのは誰、これされたらキュンとするとかありますか、もうほんまに目を見て話されるの、ああ、本当にね、最高、恋愛体質とかだと、え、好きなのかなとか思っちゃうしね、自分のこと、恋愛体質です、マナちゃんのトリルとか、そういう恋愛体質とかありますか、私は違うかもしれない、マジですか、え、ゆりかちゃんはどういう感じ、え、なぁ、マジですか、なんか、頭痛いですか、うん、つまんない、あー、帰りたい、うん、うん、え、でも、まあ一応ここ、お呼びしたださっきの話し合いしてさ、15分の時と話全然違うじゃん、だよね、だって15分の時はさ、なんかいろいろ話題あったじゃん、なのになんか全然さ出ないじゃん、そういう話とかさ、普通にやる気になるんですけど、で、なんだっけ、俺、あ、うん、なんか、うん、やりたいっすかみたいな感じです、はーい、あ、ココミちゃんは恋愛体質？あ、そうなの？でも、まあ、でも年中恋愛してるってわけじゃないんですけど、うん、まあ、結構恋愛体質ではあります、うん、つまんない、まあ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 、でも、でもこれは人生かかってるし、だから、やる気ないんじゃん、そっちが、みんなが、でも、やる気ないとは言ってないです、だってやる気ないじゃん行動に出てないじゃん、え、でも最後までやりきった方がいい、だから、続けられないじゃん、普通に考えて、だって続ける気ないんでしょ、続ける気ないとは言ってないです、でも続ける気ないじゃんいや、そんなん言ってないです、いや、言ってるやん出ますよ、リリカちゃんマジでいいでしょ普通に、え、でも本当にマジでこれ全部ちゃんとしてるね、え、どうしたらいいですか、え、どうしたらいい、え、でもまだもう、え、え、まだもう、まだカメラ回ってるもんね、え、でもさ、え、待ってからさ、スタッフ行った方がいい、だけだよびっくりしたすごいごめんなさいごめんなさいねすいませんね皆さんすいませんごめんなさい本当にごめんなさいマジでごめんなさい、何の特急でしょうか、すごい元気だった、どうしたみたいな、
やばい。でも、でなんかいつも優しいから。大きいじゃん。大成功ってことで。はい、よかった。恋愛トークは偽企画です。偽企画です。騙せてよかったです。せーの。今日も最後まで見てありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。グループラインとかで最初はもう普通にご褒美企画にしちゃおうぜみたいな感じでりりかちゃんが言ってくれたんですよ。で、あ、めっちゃいいと思うみたいな感じになってこうなったんですけど、これを買いに行く途中でりりかちゃんが普通にこれだけやと面白くないみたいになってドッキリするからみたいな、私が突然怒り出すからってりりかちゃんが言って、あ、それめっちゃいいかもってなって、こういうドッキリみたいな感じの企画をしてました。この企画はメルプチってなんか恋愛系とか大食い系とかドッキリって再生回数がすごい多いと思うんですけど、それを全部できてる企画だと思うので、はい、だからいいとこ取りっていうかすごい再生回数も伸びて自分たちも楽しめるっていうか、まあドッキリはちょっとびっくりしちゃうけど楽しめる企画だなって。そう、あと視聴者さんとかもドッキリとかってすごいクリックしたくなっちゃうじゃないですか、うん、しかもそのサムネのタイトルも決めてて、サムネはグループ解散みたいな、グループ解散先輩が不機嫌ドッキリみたいな感じで、うん、赤で赤で赤で私がもうあーみたいな顔してるところを切り取ってみんながみたいな先やられたね。そう。どうなった？やられた？思ったみたいになって、で、なみたいな感じで、どうするみたいな感じでなってました。順番ってすごいね。まあでも企画を考えるところのアイディアはめちゃめちゃいいと思います。このオーディションの聞きたい時で、しかもこのメンバー構成的に圧倒的にリリカちゃんが先輩で、で、なんかリリカちゃんが不機嫌になりそうなイメージもちょっとあるし、あるし、もうないか、さすがにないと思うけど、まあ、なんとなく視聴者的にも多分リリカちゃんのキャラ的にはなんとなくリリカちゃんの先輩だからこの辺を取ってるってもありそうみたいなイメージも、もしかしたらまた視聴者は、まあ、多分このメンバーはないような気もするけど、さすがに今となったらリリカちゃんはそんなことしないだろうと思うけど、まあ、なんかそういう状況とかをうまく使うっていう発案のアイディアは良かったかなとは思います。ただ、まあ、その進めていく中で、まあ、ちょっと最初のうちから不機嫌だったから割と結構始まった瞬間で、はい、だからまあその時点でさらさに、ね、これもドッキリって書いて確認したんだけど、最初のチームは騙されたけど、まあ、分かんない、結果論だから分かんないけど、もしリリカちゃんのチームが一番最初だとしても最初からドッキリって聞いたかもしれない。あっちの方が、まあ、比べちゃうとあっちの方が最後に気づかなかった。これまでだからそこら辺の展開とかをもうちょっとうまくもう丁寧にしてたら、まあ、もうちょっと良かったかなと思いました。はい、ありがとうございます。いや本当に今お母さんが言った通りで、なんか最初にもうリリボーがもうなんかパッてやってるの見て、なんかそん絶対しないじゃないですか普通最初から。だからなんかあそっち系なのかなって思っちゃったっていうのがあって、やっぱりなんかドッキリって急に変わるのが多分良かったりするから、その最初は本当に仲良しでずっと話してて、で会話もずっと続いてて、そっから急に変わる方がちょっともっと良かったのかなって思ったのと、途中ずっとリリカちゃんとこっちゃんがずっと喋ってる感じになっちゃってて、そのまなちゃんがあまり参加できてなかったなと思って、それだったら最初参加できてなかったとしても、なんか怒ってる時にめっちゃリリボーはその用意書するじゃないけど機嫌直してほしいみたいな感じで、めっちゃそっち攻めてもよかったのかなと思って、もう少しなんかその変化があったらもっと面白かったなって。でも登場の仕方とかドッキリのバラし方はすごいこっちのチームの方がなんか良かったなと思ったし、でも今回はそのリリカが騙す他の人は知らないっていう体だったから、まあ、ちょっと難しいと思ったけど、でも発想自体はすごい面白いなって思いました。ありがとうございます。普通にその前半の企画物っていうと、こっちゃんの嘘かもしれないけど頑張って
恋バナのエピソードを話そうとしてる感じはすごい伝わってきて、普通にそっちの企画もできるみたいなと思いました。ゆりかチーム終了です。お疲れ様でした。自分の中では全力ではやったんですけど、ベストが尽くせなかったっていうか、自分のなんかうまくいかないことが結構多くて、話に入れなかったり、自分の引っ込み思案のところが出てしまって、それがすごく課題だなってここで分かったので、ここから成長していきたいです。最後のチームどっかな、どこだろうな。お、みなつチームだ。今回に向けて準備してきたことを教えてください。はい、私たちもみんなと同じでそのグループラインを作ってやりたい企画とかを出し合ってたんですけど、何個か企画が出た上で、グループチームのチャンネルを分析して、個人的に思ったのは、あんま語り系はもうちょっと伸びにくいなとかっていうので、案が出てたんですけど、それをやめて、で、やっぱ、ナルフさんターゲットにしてるのは、小中学生とか、ちょっと高校生とか、同じぐらいの人たちだと思ったので、まあ、そういう人が見たいってなると、まあ、さっきも言ったように、恋愛とか、あとはメイク系、毎日メイクとかも気になるっていう DM も多いし、コメント欄とかも多いので、そういうのを考えて決めました。企画としては、個人的にも面白いやつだなって思うので、見てる方たちも笑わせるように、自分だけ話すんじゃなくて話を振ったり、ちょっと面白さを足してチームワークを高めながらやっていきたいなと思います。大切なオーディションという場で遅刻しちゃって、それってすごい信頼度も欠けると思うし、ただでさえ遅刻ってあまり良くないことなのに、このオーディションでしてしまったっていうのがすごい悔しいし申し訳なさがあるので、そこを今回の3つの審査で挽回できるように頑張りたいです。ではじゃあオープニングをお願いします。ねるぷちねるぷち始まるよ。研究生のひです。研究生のりかです。研究生のやつです。やめてアドリブ仕込んでどうでもない。すっぴんですか。え、すっぴん。え、どうしたの。え、すっぴんだよね。え、どうしたの。すっぴんですけど、知ってる企画。いや、知らないんですけど、何ですか。まあまあまあ、私すっぴんな理由も、まあ、どの企画かも知りません。すいません、私です。ねるぷち恒例の私ですパターンなんですけど、今回はすっぴんになってもらったんで、一応これオーディション中なんですけど、私たちは体張っていくよって体張っていくぞってことで、すっぴんになってもらいました。はい、ということで今回は鏡なしで毎日メイクしてみた。え、鏡なし。はい、むずくない。え、バカかけ場合じゃないですか。鏡ありでやって楽しい。うちらプロでしょ。プロですよね。プロ、はい、やっていきたいと思うんですけど、ルールは簡単で、普通にもうその名の通り鏡なしで毎日メイクをしていくんですけど、ちょっとまあ難易度それだけでも高めなんだけど、鏡なしだけだとちょっとつまんないので、制限時間を設けたいと思います。本当に大丈夫かなと。制限時間なんですけど、最初はちょっと5分でやろうかなって思ってたんだけど、なんか5分って微妙に長くない？確かに確かに。プロとしてはちょっと長いなって思っちゃって、3分で。3分？ 3 分で毎日メイク完成させたいと思います。え、いける？プロなんで、あの顔面把握してるんでね、うん、どこに。本当かな。そうだよね。リサーチしてきたんだけど、こうやって触ってこの辺みたいな。あ、こうやって触って、そう、分時手って分時だから、こうやって触って、ここあるんだろう。確かに。こっちたるね。こっちの試合行くとすぎて、ああ、あるから、そういうのをちょっと使ってもらってやっていきたいと思います。はい、はい、それでは早速やっていきましょう。せーの、レッツゴー。はい、では本編に移ってください。はい、はい、はい、ということで早速やっていくんですけど、まず最初にどれだけ上手にできたかをみんなに分かってほしいので、ビフォーアフターでやりましょう。はい、ビフォー、ビフォー大丈夫。じゃあ早速メイクしていこうと思うんですけど、はいはい、絶対ここだけは譲れないとか、ここは自分のポイントだから絶対ここだけは完成させたいみたいな
ところありますか？やっぱり鼻ですかね。品間が言うのはちょっとされないですね。あー、あー、あるんじゃない？あ、あ、確かに。うん、やばい、いいの思いついちゃった。教えちゃったよ。何してんだよ。ごめん。キャリちゃん。私はラメですね。あー。あー、ラメの位置結構意識してマジ大切だよ。ラメだけで目の形変わるから。でもどうするここら辺についてた。え、ありえる。ひよりちゃんはなんか、あ、目頭に引けていきますって言ってこの辺についていきますから。ラメになって気をつけてもらう。あ、あとこれ特別ルールなんですけど、あの、ちょっと相手も手伝ってあげるとかも全然ありだから、全然頼ってください。あ、頼りますね。はい、じゃあ早速ちょっと大体にさ、使いたいものをポーチから出しとかな。確かに。そこからスタートにしたいと思います。ちなみに眉毛も全部なんで、はぁ、あ、はぁ、あ、ベースメイクとカラコンだけは済ませてあるんですけど、はい、眉毛とかアイメイクとかその他ものものは3分以内でやっていきます。はい、はい、それでは用意大丈夫ですか？ちょっと待って、気合い入れさせて。うん、あ、すごいじゃん。さすがのすごい気合いが。じゃあ早速行きますよ。スタート。待って、ごめんなさい。よー、スタート。え、みんなどこからメイクするの？眉毛からやるよ。ちょっとさ、目にしてもらってもいい？ごめんね。ごめんね、ちょっと。ちょっと離れてほしいかも。あ、ちょっと。どう、かけてる？あ、いいと思う。やったんですか？もうちょっと。やったんですか？いきなりごめんね。いいよ。え、待って、結構さ、待って、どうですか、ひよりちゃんにやってもらったんですけど、どうしたの？片方しかできてないんだけど、思われちゃったらできない。頼みますから、自分のやつ。え、やってあげなよ、ゆかちゃん。やって。ちなみに、ねね、ゆっくりしないで、あと1分。うっそー。1分半です。あ、ここ、ここって眉毛。ゆかちゃん、眉毛かますね。眉毛すごいじゃん。アイメイク行きます。アイメイク大切。私は絶対に目の下アイメイクだけは本当に頑張りたいから。私やってあげる。 あ、 ありがとう。ルカちゃん結構眉毛しっかり私と同じで編みたいから広めにね。じゃあちょっとこのマイマスカラだけ。はいはいはい、OK ですか？え、かわいい。はい、重要なラメいきます。ラメいっちゃいます。あ、ちょっと、どうどうどう。あ、いい感じかも。やばい。もうちょっと、うまい。もうちょっと下、もうちょっと下。オッケーオッケー、ごめんね、ありがとうな。じゃあ涙袋もいっちゃいます。あれ、涙袋チークやってあげるよ。え、いいの、やって。ねえ、時間やばいんだけど。あと30秒、あと30秒。え、待って、これどうした？あ、ごめんごめん。キラキラ。アイライン、大事なアイラインやる。うんうん。あ、すごいね。すごいじゃん。え、全然私やるって。ありがとう。時間ないから。全然時間ないから。結構垂れ目がいい。あ、垂れ目がいいから。あ、ごめん。こっち釣りにしちゃったから垂れ目。ごめんね。はい。あ、やばー。アイラインできなかった。リップだけ塗らせてよ。ダメだよ、もうやめて。じゃあちょっと一旦これでお披露目会しよう。せーの、じゃん。どうですか？かわいいです。え、かわいい。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 え、なんかすごい毒リンゴあげてそうなおばあちゃんみたいな。すごいかわいい。もう一回死んでるな。毒リンゴあげてるおばあちゃんみたい。シンデレラってことか。かわいい。ではエンディングお願いします。はい、は
いということで今回は鏡なし3分縛りでメイクしてみたんですけど、どうでしたか？え、余裕だったよね。余裕だよね。え、だよね。え、じゃあこれから鏡なしでメイクできそうですか？まあ、できるけど鏡を、まあ、やっぱさすがにかわいそうなんで。あーね、つけたら鏡のためにね。そう、鏡のためにね。寂しいでしょ、うん、鏡も。え、ひかりちゃんも？あ、ひやも鏡がかわいそうだから鏡を使ってあげて、まあ、シャーなし、シャーなし、まあ、鏡使ってあげるかな。私は地球温暖化にすごい貢献したい派の人間なんで鏡とか無駄なものはない。あの木とかも傷つけたくない。私確かに本当になんか緑が街からなくなっていくのって本当に嫌で、でもね、あ、大丈夫、そこまで感情移入しなくても。なので、まあ、これから鏡使わずにメイクしていこうかなと思いました。なので皆さんにもおすすめだよね。おすすめ、ぜひやってみて。あと3分って言われ焦ると、うん、早起きもできるから確かに。ぜひやってみてください。やってみてください。せーの、今日も最後まで見てありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。この案が出た時にさっきも言ったんですけど、ターゲット層とかいろいろ考えて、他の案もあったけどこれにして、プラス最初目隠しメイクだったんですけど、それだとメイクにならないしっていうので鏡なしになって、でそのまま鏡なしの予定だったのが、ただ鏡なしでやるだけじゃちょっとつまんなくないなって、焦ってると面白いじゃないですか、人って。だからなんか制限つけた方がより盛り上がるんじゃないかなと思って、最初5分でやろうとしたんですけど微妙に長いかなっていうので余計短くして3分にして、普通のメイクだけでも気になる子は見てくれると思うんですけど、そこにバラエティ要素とかいうことでメイクあんましないよって子でも面白いから見てみようみたいな、なるかなと思ってこういう企画にしました。はい、タイトルとサムネはどんなイメージ？あ、え、サムネはビフォー、ビフォーでアフターだけモザイクで、タイトルが鏡なしメイクしてみたら美少女が生まれた、奇跡的な美少女が生まれたってシンデレラ、シンデレラが私みたいな。いや、面白かったと思います。ありがとうございます。まあ、節々にみやすちゃんのワードセンスが多すぎて普通にそれにシンプルに笑ったっていうと、まあ、やっぱひよりちゃんがぶっ飛んでるっていうところが面白かったし、ドクリンゴっていうのとか、あれは別にものぼつやらしてたわけじゃない。そういうワードは何個か、なんか何回もリハーサルしたんですけど、なのでこういうツッコミ言っていいよみたいな、言っちゃおうみたいなので何個か出てたワードの中の一つ、だからそういうね、ひよりちゃんからあえてドクリンゴってやって聞くところで死んでるなと思ってるんですけど、すごいちゃんとすり合わせができてるんだなっていうのは感じました。で、まあ、ただ見てる間ずっとその、まあ、キャラがやっぱ変なキャラじゃないですか。いつまでこれの調子でいくんだろうなと思ったけど、最後の方まで行ったんで、まあ、その辺がやっぱちょっとちょいちょい変化をつけてもよかったかなとは思いつつ、まあ、ただ面白かったです。でひるちゃんだけそういうなんかちょっとぶっ飛んだメイクになっちゃうのとかも、全員が全員やってたら本当にうちらみたいな感じになるんですけど、まあ、そういう分かり分担を何かしているのかなっていうのは感じました。ありがとうございます。本当に同じような感じなんですけど、その3人ともキャラがちゃんと明確にはっきりしてたなって思ったのと、なんか自分もそうなんですけど、動画撮ってる時に自分が楽しい方が動画もやっぱり見てる人も楽しいって思ってもらえると思うん で3人ともすごい楽しそうに撮ってて、こっちもなんか自然と笑顔になれたんで、すごいいい動画だったなって思いました。ありがとうございます。いや面白かった。ありがとうございます。で研究生の2人は気づいたのは分かんないけど、みなっちゃんのテクニックがめっちゃ上手だったね。結局その撮った動画ってその編集をするんだよね。その時にそのきっかけがあるとかちゃんと受けがあるかっていうところをで結構大切にしてて、でそこをちゃんとみなっちゃんがやっぱ進行っていうところでちゃんと振りを作ってちゃんと受けるっていうところを作れてるのはさすがみなっちゃんだなと思って見てました。構成で言うと俺は目線的に鏡を見ずともできるのかっていう検証だと思う。でだからなんか他隣の人に書いてもらうはなんかルールとちょっと違うんじゃないかなと思ってて、やってもいいんだけど、いきなり始まったから、あれをタイミングずらすとまたテンポがずれてよかったなっ
って思った。ひよりちゃんでちょっと気をつけなきゃいけないところ、何でも乗ればいいっていうのは違う。ただ今武器っていうか、その自分の強みがそれしかないから、それはガンガンやった方がいい。で失敗したら、あ、これ乗るとこじゃなかったってきっと気づくから、でそこをちゃんとみなちゃん今日あのここはそこまで乗らなくていいってちゃんと笑いに変えてくれてたから、あれは多分本命のところで、あそこに乗っからなくていいから、はい、だから、今足し算ばっかりやってるから、今後は引き算もメルプチの撮影しながら、覚えていくとめっちゃいい。はい。でルカちゃんはね、あんまりメルプチの撮影でね一緒にすることなかったけど、眉毛クイクイするああいう技あるんだと思って、新しい一面見れて、うん、でもトータル的にはみんなバランスもいい感じで、みなちゃんがまとめてくれてたかなって思いました。ありがとうございました。ではみなちんも終了になります。はい、ありがとうございました。PR がやっぱり自分でも思ってたんですけど、なんかインパクトがなくていつも淡々になっちゃうので、なんかそこで7位っていう結果で、なんかとにかく挽回したいなっていう気持ちはあったんですけど、自分の中で自己 PR の時も言ったように、 YouTube 審査が一番有利かなっていうのを思ってたので、そこでちゃんと結果出せてよかったなっていうのと、メンバー一緒にやったメンバーのいいところとかも引き出せたのが良かったなって思いました。